あの作品は2019年に日本橋にあるパーセルっていうギャラリーで展示した作品で、どういう作品かっていうと、僕はそのグラフィティとかストリートアートっていうものにすごい影響を受けてて、まあ僕も個人的にやってるんですけど、あの絵自体ははしごをモチーフに描いていて、まあランダーボーイズとはしごボーイズみたいな、ちょっと名前っぽいんですけど、ただなんかそのはしごっていうのはすごい重要で、やっぱこう高いところに描くとか、高いところってやっぱ目立つ場所だったりとかっていうね、グラフィティすごい使う道具だったりとか、あれってキャラクターを重なってはしごになってるというか、グラフィティを描くときにはしごじゃなくて肩車をこうして描いたりする文化というか、そういうのもあったりとか、あとやっぱこう高いとことか誰も届かない場所っていうのはな、すごい新しいところの可能性みたいなのがやっぱあるんで、そういう可能性みたいなものを絵にしたっていうのが題材になってます。それはもう普段からそういうグラフィティとかをやる中で、すごい高い壁画とか、あと昇降機っていうんですか、そういう機械とか使ってやりますけど、原始的な考えとかでいうと、人が肩車してってはしごになったりとか、あと自分たちでもやっぱりこうはしごを使って高いところに行ったりとか、はしごを使って次のところに行ってどっか新しい書くところを探したりとかっていうのはすごいあるんで、やっぱりそういう普段の行動から影響を受けています。それはちょっと面白いなと思ったんですけど、キャラを使って、まあ僕は知らないだけかもしれないですけど、なんか長いキャンバスってあんまなさそうだなと思って、すごい安直ですけど、なんか面白いんじゃないかなと思って、初めはどっちかというとはしごを描くっていうよりは長いキャンバス作ってみたらいいかなと思って、何がいいかなと思って、そういう自分のやってるストリートアートとかグラフィティの要素に結びつけてはしごの作品にしたっていうか、いやあんまないですね。それはなんかでもちょっと違うアプローチみたいなのができたらいいなと思ってて、去年2020年ですね、コロナの時にやってた、まあ今もコロナですけど、緊急事態宣言ぐらいの時に、外苑前にあるオンサンデーズっていう渡り美術館の地下のところで展覧会をしていて、個展をしたんですけど、その時は4枚キャンバス紙が貼ってあって、それはレイヤーになっていて、こう穴がいっぱい開いてて、後ろに書いてある絵が全部見えるというか、それはなんか何に影響されたっていうと、グラフィティの壁とか街の壁ってグラフィティ描かれたら消されるじゃないですか。でもこれは層になっていってるじゃないですか。でそれがたまに剥がれて後ろが見えてるところとか、あと道とかもそうですけど、何回もアスファルトをこう舗装してるから、それが層になっていって、昔の道路が見えてる場所とかあって、そういうのはなんか表現できたらいいなと思って、キャンバスを切り裂いてこう後ろの絵が透けてるというか、でそれがこう破れたキャンバスがこう垂れて、ペンキが垂れてるみたいなものになってるみたいな、作ったりしましたね。まだ大まかな変化っていうのはないと思ってて、なんでかっていうと、僕自身そのディエゴっていう名前ペインティングを描き出したのはまだ2018年ぐらいからなんで、そのまだまだこう描き始めたものから、まあ多少は変わってきてるんですけど、やっぱりこうまだ描き出したものを少しずつブラッシュアップしたりとか、新しく描いたけどやっぱ昔のこの部分の方が良かったっていうのは昔の部分を取り入れたりとか、新しい部分を取り入れたりとか、結構まあそういう段階であって、すごい大まかな変化っていうのは多分まだないと思うんですね。グラフィティとかストリートアートをやってる流れから、まあ、ペインティングに行くまでは結構長くて、グラフィティってこう外から見たらペインティングみたいなのを描いてると思うんですけど、やっぱこうグラフィティをキャンバスに描くっていうところまでの抵抗というか、なんかその葛藤があるというか、初めはやっぱりこうペインティングに行かなくて、こう映像というかインスタレーションというか、そういう写真だったりとかにしていく行為だったんですけど、きっかけは一度開会危機の村上さんと仕事をすることがあって、そこでなんかキャンバスを描く機会みたいなものがあって、描かざるを得ないみたいなこう状況になって、そこから結構ペインティングをキャンバスに描くようになっていったかなと思いますね。今後そうですね、なんかちょっとずつ作品の規模をでかくしてるっていうか、やっぱいろんな人に関わってもらって作ることがすごい重要だと思ってて、小さいキャンバスに自分一人でペインティングするっていうよりは、誰かに手伝ってもらってもう少しでかいものを作るとか、そういうのを増やしていって、なんか作品の強度を上げたりとか、まあ、あとなんかやっぱ一人で作る行為も好きなんですけど、やっぱり誰かと関わってやるとやっぱ発見があったりとか、そういうなんか自分にはないものがやっぱあるんで、まあ昔からそういう考えなんですけど、でもまあそれを引き続きこうやって、なんか作品の規模を上げたりとか、違う考えが入ってきたりとかしたら面白いんじゃないかなと思いますね。もちろん展覧会が中止になったりとか、展覧会に人は来れないとか、毎回来てくれた人はこれちょっと今回はみたいなとかあるんですけど、活動自体は例えば街に行くって言っても別に誰に会うわけでもなく、で僕はまあ自転車に乗って移動することが多いんで、それだとあんまり関係ないというか、やっぱりこうストリートアートとかグラフィティってなんかこう逆境というか、よくもある法律があって、そこをこうどうなんかくぐり抜けたりとか、なんかこうかわしていくみたいな、そういうのがあるんで、そういう逆境
が重要だったりするんじゃないかなと思ってるんで、まあそんな深くは考えてる。やっぱり街の落書きってまあ減っていて、それは海外から LCC で来てたグラフィティの人たちがいっぱい街を荒らしてたんですよね。荒らしてたっていうか、まあ盛り上げてたというか、でその盛り上がりによって日本人も触発されて書いてた。だからやっぱ全部が全部日本人が書いてる落書きじゃなくて、外国人も書いてる落書きで、でももう海外からのそういう人たちはほぼほぼ来なくなったんで、やっぱ日本人のもう少ない母数の中やってる人が続けてってると。でもそれって結局あんまり循環しないんで、もしその今すごい頑張ってる人たちが辞めてったらどんどん減っていくというか、まあそれまでまあもちろん海外から人が来るだろうけど、ちょうど同じタイミングでオリンピックの関係で街をきれいにしてると。それで海外からも来ないし増えないから、どん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 消されて、それが今までだったら消されても書かれてたけど、消されるだけが進んでってるというか。で原宿とかはすごい少なくなったじゃないですかね、やっぱり渋谷とかもそうですけど。よく思ってるのは、あんまり必要とされているものではないんで、書いてた人がいなくなっても誰にも生活に何も影響を及ぼさないというか、僕たちももちろん関係ないし、ただただその人の落書きがあってなかったことになってくるとか、歴史化されていかないんで、個人的にはただ寂しいだけです。だからこう風景が意外となくなっていくんだなってすごい思ったですね、今回このコロナの時に。いつも見てた10年ぐらい残ってるグラフィティの壁とか、そういうのもタイミングで消えちゃったりとかして、ああなくなんだなってすごい改めて思ったというか。そんな個人的にはすごい変わるわけじゃないですけど、やっぱまあもちろんその書く時間も違うだろうし、スタンスも違うでしょうけど、街でそういうゲリラ的にやってることがないと、ああいう作品がないというか、あっちをやることによって考えることがあってそっちに書くとか、やっぱりこう何もしてない状態でああいう絵を個人的には描けないというか、だからまあすごい個人的には重要な要素というか、面と向かって話すことが全てだとやっぱ思ってるんで、まあ見て感じてもらうのは好きに感じてもらったらいいかなと思うんですね。